はい、やってまいりました。今日も中川キング本店さんでございます。うずら姫のお釜掘らせていただきます。第5弾でございます。第5弾ですけれども、この番組は8054回を目指しております。あの某有名番組のタモリさんが司会してたお昼の番組8054回、私ちょっと電卓でカウントしたら月1ペースで収録すると670年かかるんですね。670年ですよ今日はですね、一番出てる台を狙っていこうかなと。まあ、釜掘りですんで、要は、まだまだ出る台を私が掘りたいんで、今まではですね、なんだかんだあーだこうだありまして台を選んでましたけれども、もう今日はもうこの機種って決めたらですね、その機種の中で一番出てる台をもう即座に押さえて、即座に入れて、即座に回そうか。今回うずら姫が収録でやってきたのは、おなじみの中川キング本店です。これまでの4回は全て釜掘り失敗という、なんとも不甲斐ない結果に終わっています。お釜を掘るって結構大変なんですかね。そんなに難しいことじゃない気もするんですけど、そろそろ結果を出してほしいところですが、果たしてどうなるでしょうか。今日は第5弾でございますからね、ちょっと記念すべき第5回目ということで、勝ちたいと思います。なのでちょっと荒ぶる戦法で、まあ、先ほどもオープニングで言った通り、一番もう出てる台を有無を言わず取るというところで勝負したいと思います。まあ、出てる台の中で一番出てる台を、あ、いいじゃないですか、これ25回ですよ。とりあえず押さえておきましょう。24回、あ、10連した後12連、10連ですね。いいんじゃないですかこれ。でも一番出てる台はさっき押さえた26回ですね。まあまあ、この番組で初めてやねんすかね、ゴッドウチは。ちょっとだいぶチャレンジですけど、はい、今日はですね、鼻の頭に蝶をつけてます。鼻と蝶でございます。いいことが起こるんじゃないかと台を拭いてですね、いつもの通り頼むよ、もう本当お願いよ。この時間からゴッド引いたって全然いいんだから。ではいただきます。実は過去にですね、別の番組、武者修行というウェブ動画の番組で、プレミア引くまで帰れませんみたいなことがあったんですね。で、3人でそれぞれ、長番長を積もりましょう、北斗図柄を揃えましょう、そして私はゴッドを出しましょうということなんです。で、そのミッションは見事私ゴッド揃いを果たしまして、ミッションはコンプリートしたわけでございます。で、その話を今日は長崎の番組の、移動の車の中で、エンジェルスの女の子とギャコラギャコラ話してたわけですよ。それで、私にとってゴッド図柄ってそんなに難しくないんじゃないかってまあこれで最終最後の時間までなんとか一回でも当ててですね、伸ばしたいと思います。いいですよ、さっきから基礎がよく出ます。511、うわっ、ちょっとここで隣の初当たりが9回で40回出ている台が開きました。いや、もう隣の台がちょっと気になってしょうがない。隣を移りましょうかね。まあ、ちょっと
台に座りたいんで、ここは圧倒の40ですから、この台が空いたってことは動けという神の足かもしれないですね。もうそれでは早速台も移動いたしまして、こっちの台はですね、初当たりが9回ですね。先ほどの台は2回でしたので、まあ初当たりが軽い方が当然設定もいいだろうということで、もうお願いしますね。まあ、私は、まあ、ゴッドは嫌いではないんですけど、外線よりはハーデス派なんです、実を言いますと。なぜハーデスかというと、まあ、あのペルセポネが出たり、ケルベロスが出たり、まあ、ハーデスが出たり、あのドキドキ感もたまらないというか、まあピンクレディが好きかキャンディーズが好きかみたいな、どっちも味があっていいんですけど選びにくい。あ、リプレイ来い、来た、リップ3連でございます。お、いいんじゃないですかこれ、いいじゃないですかこれ、うわー素晴らしい、これも青だったね。まあ来ますわな、大事なチャンスが来ます、これですよこれ。はい、ここで引けたらもう今日は勝ち、次行きますね。さあ、ボタンへしない、さあ、ボタンへしかないと弱いですよね。念願の V 揃いでございます。上出来ですかこれ、やりましたね。なんと今カメラマンさんが拍手をしてくださっております。いやー、ハーデスが好きなんて言ってごめんなさい、大戦さん、大戦も好きよなんでかって私もともと外戦だったからね、もう日本人より外国人が大好きだったの。新宿2丁目デビューした時も外人がストーバーによく行ってお持ち帰りされたものよ、これ本当。ゼロ、はい、まずはワンセット終了でございます。200点ですもうちょっと少ないかなって感じですね。では2セット目行かせていただきます。もう1回 V スロア変かな、いいわいいわ、これか、はいはい、セット目終了、まあ、ちょっと増えましたね、トータル537枚ですね。いやー、赤扉バーンとか威嚇地ゾーンとか大きなアクションはございませんでしたけれども、まああとワンセットございますのでなんとか引いてですね、いきますね、
パッと来ました。8枚でございます。いや頼む、もう一つぐらい追ってね、お願いよ。皆さんとでしたけど、転覆の可能性もございますのでね、もうしばらく回してみようと思いますけれど、いやいい展開でございましたよ。で、どこの台ですか？花見の一番角、はい、内角。あ、そうなんですね。もうやめられるんですか？前半ハマってて、はい、誰も回してなくて、はい、打ったら外れ2回出たんですよ。あ、多分強いんで。イケメンのお客様からいただいた、花火でちょっと勝負をしたいと思いますけれども、なんか聞いた話によりますと、リング中に、2回外れを引いた、間違いなく高設定台だということで、やめるんで打ちませんかという申し出を快諾してですね、私あまり花火打ったことないんですけれども、あまりというよりもほぼほぼ打ったことがないんですけれども、まあ、知識も、まあ、少ない中ちょっと勇気させていただきたいと思います。では参りますね。何これ何かもしかしてとか思っちゃうのが素人考えですよね。入った。おお、当たった、初当たりや、やったで、482回転目でビッグでございます。赤なの見倒し、できてない。
なんで？なんでできんの？すごいんだけど。これですな。ここが敵と欲しい。2個は。できたこれ。花火の RT は花火チャレンジと花火ゲームの2部構成。花火チャレンジは最大20ゲームで、移行リプレイが入賞することで花火ゲームに突入します。この移行リプレイは逆押しで外すことができるんですけど、これを失敗してしまうと花火チャレンジのゲーム数が短くなってしまい、損をしてしまうこともあります。リプレイ外しをしつつ、なるべく花火チャレンジを延命させることが重要になってくる機会です。やっちまったな。終了。何今の？どーん。あれ？これは？あ、ナナだ。赤ナナが点灯しましたね。ちょっと遠いかと思って。ナナぐらいは当てましょうよ。よいしょー、ダメやー。やったー。あれ？本当不思議。もう私にはジャストミートなんだけど。なんで違うの？本当不思議。なんなの？地球って右回りじゃないのって感じ。あー、なるほど、やりましたでございます。いや、緊張する。またバーを見倒してしまう。まだまだ未熟でございますね。日々精進でございますよ。100回回しました。何事も怒られてございますね。いや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 、なか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 じゃないですか。何がなかなかかというと、自分の中でちょっとこう怖くなくなってきたというか。いや、怖いですよ。まあ、例えるならライオンだと思っていたけれど、まあ、ドーベルマンぐらい。どっちも怖いけど、やっぱ未知の世界って怖いよね。緊張しましたけれども、無事終了いたしました。無事っていうか、まあ、ビッグ2回来てよかったですよ。はい、第5回目、うずらのおかま、掘らせていただきます。無事終了いたしました。パフパフパフ。まあ、なんて言ったって、V ぞろい。まあ、あれが効きましたね。初めてのプラスでございます。やったー、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 ございますよ。
まあこんな喜んでますけれども、なんかちょっとカメラマンさんが不服そうな顔してるのは気のせいかしら。まあ私にも思い当たる節はございます。まあ何かと申しますと、まあ何せ花火の方目押しビタ押しができなかった、まあ、そういうところ技術介入の部分かしらね。まあまあまあ、でもね、プラス、いくらだっけな、プラス、今日は、投資が250枚、で回収が600枚で、私のプラス分は、391枚でございます。立派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 、いや超もう立派、もう超嬉しいよ。もう今日はもういい酒が飲めないんで、今日はもういいコーラ飲んで寝るわ。もう美味しいコーラを飲んで寝ますが、今日もあのイケメンさんいましたね。辰彦さんも今日もいらっしゃいました。まあイケメンですね、身長もあります。まあ今日のイケメンは辰彦さんということでございます、終わりよければ全てよし、成功うどくいろはにほへと、ということでうずら姫のおかまを振らせていただきます。第5弾はプラスで終了です。やー